ふざけてみた。いやいやいや、結局あのあれやオリジナル弾こうか。オリジナル接客せっかくだから。オリジナル曲、空と海っていう曲があるんですけど、そして白い雲、青い太陽っていう、青い太陽って青い空、白い雲って言いたかったんですか。なんかこういうちょっとさ、大人な空間のピアノ、変な緊張感もあるけど、やっぱ楽しいね、これ的に。まあ、次はまた違うところで、それだけのところに行って、ピアニストとしての力量とかをね、どんどん示していって、結構即興系ピアニストやからね。
まあその辺は抜かりなく今後やっていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。私が帰る。閉まらねえな。